初回無料、今だけお試し価格、そんな言葉につられて商品を買ったことはありませんか？あるある、しょっちゅう流れてくるよねそれ。うん、なんか心惹かれるけど買わない絶対。すごい買いたくなるような文面です。自分がなんか悩んでることだったりするので、そんなに改善するならとか綺麗になるならみたいな感じで思っちゃうんで。最初は安いけど後は高くなってって解約できないとかあるから、あんま好きじゃなくて。よくご存知ですね何回も買ってるから過去にね。初回無料お試し価格の広告を見て、1回だけのお試しのつもりで購入したら定期購入の契約だった。そんなトラブルが増えています。ネット上の情報をちゃんと確認してから自分が申し込むというところで、クーリングオフが定められてないということになっています。1回だけのつもりが、まあ、実際商品が届くと定期購入になっていたというトラブルになることが多いです。通信販売における定期購入に関する相談は年々増えていて、去年は全国でおよそ9万8000件、過去最多を記録しています。そのほとんどが健康食品、化粧品に関するものでした。 SNS 上でポップアップ的にその広告が出ることが結構多いんですけど、急に出てきてカウントダウンが表示されるとやっぱりちょっと焦ってしまったりというところで、判断ができないうちにもう注文まで行ってしまうということもあり、意図せず契約になっているということが多いかと思います。ある日、私はスマートフォンを使用中に目にした SNS 広告から化粧品を注文しました。定期縛りはないが、解約を申し出ない限り商品が届く定期コースと広告に書いていたため、1回目の商品が届いた後すぐに解約のメールを業者に送信。しかし数日後、業者から初回のみの受け取りで解約する場合は初回分を定価で買い取ってもらう、差額の金額を振り込んでくださいと返信が来たのです。苦情を申し出ようと電話をかけましたが、おかけになった電話は電波の届かない場所にいらっしゃるか電源が入っていない、繋がらない状態が続いてしまい、受け取り拒否も考えたのですが、解約等を認めてなければ受け取り拒否したとしても再度送られてきたり、それから代金の請求だけが来たりとか、定期購入になっていればまず解約の手続きを取るのが必要になってきます。こういったトラブルを未然に防ぐには、安易に広告に飛びつかないということも判断が必要になってきます。効率よ最終画面を表示するようになってますので、それの内容も確認すると。インターネット通販の最終確認画面には、数量や販売価格、支払いの時期など必ず表示しなければならない項目があり、トラブルを防ぐためには必ず確認が必要です。定期購入契約の場合は、購入する商品のすべての量が把握できるように、購入回数と各回の数量が表示され、2回目以降の代金も表示されます。また申し込みの撤回・解除に関する条件や連絡方法も見つけやすい位置に表示することが義務付けられています。最終確認画面でこれらが分かりやすく表示されておらず、誤解をして申し込みをした場合、契約を取り消せる可能性もあるので、最終確認画面や事業者の情報をスクリーンショットで撮っておくことも大切です。消費者ホットラインの188という局番なしでかけれる
電話番号がありますので、この188にかけていただければ、お近くの市町村の窓口につながりますので、ぜひ相談電話をかけていただければと思います。